こんにちは、プチプラ研究部の日向です。こんにちは、小春です。7月の最初のセールの情報を紹介します。ポール&ジョーのブラウスや新作のワンピが初めてのセール価格になりました。ぜひ見ていってくださいね。前の動画まではどれが安いか見分けづらかったので、初めてのセール価格になったものを分かりやすいようにしました。今回は初めてなので、まず最初に一覧から紹介します。その後厳選した10点を人気順にランキングで紹介します。まずは今回のセール品を一覧で紹介します。ポール&ジョーブラウスとズム薄コットンフレンチスリーブロングワンピースのシミロが初のセール価格です。メンズのアイテム一覧2ページ目です。3ページ目です。メッシュアームカバーが初のセール価格です。4ページ目です。5ページ目です。ウルトラストレッチアクティブエアリーショートパンツが初めてのセール価格です。リネンズのアイテム一覧6ページ目です。7ページ目です。ウルトラストレッチアクティブショートパンツが初のセール価格です。8ページ目です。男女兼用でナイロンニューショートパンツがセール価格です。こちらは後の方でメンズで紹介します。サングラスが初のセール価格です。9ページ目です。目次が長くてすみません。メンズのアイテム一覧1ページ目です。ナイロンニアショートパンツがセール価格です。メンズのアイテム一覧2ページ目です。ウルトラストレッチアクティブショートパンツが初めてのセール価格です。3ページ目です。メンズのアイテム一覧4ページ目です。お待たせしました。それではリメンズアイテムをランキング形式で紹介します。まず第10位はスム薄コットンフレンチスリーブロングワンピース、半袖、お値段は1290円。こちらは同じ名前のアイテムの新しい色です。コットンでも程よい落ち感があり、滑らかで柔らかく、1枚でも着られる厚手の素材感。原山さんからバーガンで待ってました。大好きな色です。しかも生地がサラサラで着やすさ抜群。フレンチスリーブで上品に見えるし、バンカ、初秋と大活躍してくれそうです。現在妊娠中でお腹も大きいので、スリット入りありがたいです。マスタード系の色もあったら良いなぁと思います。色良すぎて2着欲しいくらいです。シワやホコリがつきにくく、目立ちにくい。身幅は大きめです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。コーデの色の組み合わせの例です。今回から、コーデの組み合わせを変えました。前のは、アクティブジョガーパンツを何回も何回も合わせていましたが、今回からは同じアイテムをできるだけ使わないで、コーデしています。そのわけ、奇抜な組み合わせがあるかもしれませんが、それはそれで楽しんでいただきたいなと思います。ブルベ、冬さんは、ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツのカラーで、モテオーラが引き出せます。詳細はこちら。第9位は、ピーナッツ、エアリズムパイルパジャマ、半袖、お値段は1990円。ピーナッツ、に登場する人気キャラクターたちの愛くるしい姿をシンプルに描いた夏のおうち時間を快適に過ごしていただけるコレクションです。まるでお昼寝に誘われるような心地よいひとときをお楽しみください。うさこさんさんからさらっとした着心地でよかった。はい。ヨウタマさんからタオル生地の肌触りがよく寝苦しい夜でも気持ちよい。身幅は大きめです。肩幅は大きめです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。はい。第8位は、ポール&ジョー、ブラウス、7分袖、1990円、初めてのセール価格です。狙っていたあなた、チャンスです。本コレクションは、ブランドを象徴するクリザンテームや、幸福をもたらすと言われるスズランなどのモチーフを柔らかいパステルトーンで表現しました。デビス丸さんから、洗濯してもすぐ乾く感じの生地で、軽くてサラサラとしているのでいいですね。はい。さくらんぼさんから、着てると褒められる、身幅はゆったりです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。ブルベ、冬さんはシフォンスリットスカートパンツのカラーでモテオーラが引き出せます。はい。第7位は、リズムブラキャミソール、お値段は1290円。ドライ、吸放湿、抗菌防臭、結集、接触冷感などの快適機能が満載。兵庫県の女性から、ブラカップのフィット感。ストレッチ性があって、とても滑らかな風合いで、
肌に心地よく馴染む。身幅は小さめです。在庫は少しは余裕があるようですが、気になったらお早めに。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。はい。第6位はウルトラストレッチレギンスパンツ。丈標準 69.5 から 71.5 センチメートル。お値段は1290円。驚くほど伸びて動きやすいウルトラストレッチ素材を使用。ゆかりんこさんから足はすっきり見せてくれる。汗をかいたり洗濯の後でも乾きやすいドライ機能をプラス。にわちゃんさんからストレッチが効いてて立ち座りが楽です。在庫は少しは余裕があるようですが、気になったらお早めに。モテオーラを引き出せるカラーはこちら。モテオーラ研究所がおすすめするコーデの色の組み合わせの例です。ブルデ夏さんはエアリズムコットンオーバークルーネクティのカラーと相性が良いようです。はい。最後がエアリズムブラタンクトップ。お値段は1290円。ドライ、吸放湿、抗菌防臭、結集、接触冷感などの快適機能が満載。クークーさんから私にはフィット感がよくぴったりでした。ストレッチ性があってとても滑らかな風合いで肌に心地よく馴染む。エスプリさんからワンサイズアップで楽な着心地。身幅は小さめです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。イエベ春さんはウルトラストレッチスキニーフィットカラージーンズのカラーと相性が良いようです。詳細はこちら。第4位はエアリズムシームレス V ネックブラキャミソール。お値段は1290円。脇の樹脂をカップに内蔵し、肌当たりが良く脇のラインがフラットに。吸水速乾、吸放湿、接触冷感などの快適機能をプラス。ともちゃんさんから買い直すほど使い勝手が良いと思います。身幅は小さめです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。詳細はこちらです。第3位はライト V ネックカーディガン長袖。価格は1290円。 A4 素材を特殊な防石方法で編み上げることでさらりとした風合いを実現。清涼感があり軽やかな着心地でこれからの季節に最適。埼玉県の女性からちょっと肌寒い時に着ます。身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。色やサイズによっては在庫がかなり少なめです。気になったらすぐに買いましょう。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。ブルデ夏さんはチノショートパンツのカラーが良いようです。詳細はこちらです。第2位はエアリズムコットンリブブラタンクトップ。価格は1290円。ドライ、吸放湿、接触冷感といった快適機能をプラス。ストレッチ性があってとても滑らかな風合いで肌に心地よく馴染む。大阪府の女性から産後の授乳ブラは胸の大きい私には小さくて使いにくかったですが、こちらはしっかり胸をホールドしてくれるので安心感がありました。身幅は小さめです。在庫はかなり少ないです。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。モテオーラ研究所がおすすめするコーデの色の組み合わせの例です。イエベ春さんはコットンリラックスアンクルパンツのカラーでモテオーラが引き出せます。詳細はこちらです。そして第1位はクルーネックティ半袖。価格は790円。柔らかくて着心地の良いコットン 100%。 千葉県の女性から人気商品ですが、バストがありクルーネックが苦手なために今まで手を出さず今回初めて購入しました。女性がいつでもどこでも気軽に着られて、この1枚で美シルエットに決まる。福岡県の女性から毎年色違いで購入しています。今年初めて白を買いましたが、下着が透けることがなかったのが嬉しい。身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。モテオーラ研究所がおすすめするコーデの色の組み合わせの例です。イエベ春さんはリネンブレンドリラックスストレートパンツのカラーと相性が良いようです。詳細はこちら。
メンズアイテムをランキング形式で紹介します。まず第10位はウルトラストレッチスキニーフィットジーンズ、丈標準 78.5cm、 価格は2990円。ウルトラストレッチ素材は使用、ザーボンさんさんから黒を購入しましたが、とても履き心地がいいです。高いストレッチ性を生かし、足首までしっかりテーパードを効かせたスキニーフィットでスッキリ決まる。まさかズさんからこんな動きやすいスキニーは初、めっちゃ動きやすい、あとは色あせていかないかが心配かな。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。人気アイテムとコーデの色の組み合わせの例です。家で秋さんはエアリズム比よく襟ポロシャツのカラーでモテオーラが引き出せます。家で春さんは家で秋のカラーを参考に明るめを選べば似合うと思います。詳細はこちらです。第9位はテテコセントジ790円。コットン 100% 素材。未来の未来さんから、お風呂上がりや部屋着にも使えて暑い夏にはぴったり。表面感と清し涼感のあるスラブ糸を使用。表面オーラを引き出せるカラーはこちら。詳細はこちら。第8位は、エアリズムコットン V ネック T シャツ、半袖、お値段は790円。ドライ、吸湿、接触冷感、抗菌防臭など快適機能が満載。大阪府の女性から主人に白と黒を購入したのですが、とても着やすいようで、この暑い時期に着用する上で良さそうです。ストレッチ性があって風合いが良く、肌に心地よくなじむ。身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。モテオーラを引き出せるカラーはこちら。モテオーラ研究所がおすすめするコーデの色の組み合わせの例です。家で、アキさんは、ワイドフィットテーパードイージーパンツのカラーで、モテオーラが引き出せます。はい。第7位が、エアリズムステテコ、全開き、価格は790円。ドライ機能で汗が乾きやすく、風合いの滑らかなエアリズムを使用。経験とさんから、汗ばんだ時に、肌に張り付くところが気になりました。接触冷感、ストレッチ、抗菌防臭、血臭機能をプラス。ハチブリさんから、シモズボンとして着用できるものを探していましたが、レディースのステテコは派手な絵が多く、シモズボン用のデザインではないので、シンプルなデザインのメンズを購入しました。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。詳細はこちら。第6位は、ウルトラストレッチアクティブジャケット、セットアップ可能、価格は1990円。ウルトラストレッチ素材を使用、ステマではありませんさんから、室内でエアコン稼働時に最適。ライン X 機能付き。モルカワさんから、少し肌寒い夜に部屋で着体、寝る時にはフードが邪魔なのでフードなし、部屋干しでもすぐ乾くという条件で服を探していたところ、セールで2000円以下となっていた時にこちらを購入しました。身幅は大きめです。色やサイズによっては、在庫がかなり少なめです。気になったらすぐに買いましょう。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。詳細はこちらです。最後が、ウルトラストレッチスキニーフィットジーンズ、丈標準 78.5cm、価格は2990円。ユニクロジーンズ史上最高のストレッチ性を持つデニムを使用。愛媛県の男性から、素材もいいし履き心地がとても良いです。横糸に特殊なストレッチ糸を使用し、キックバック力が高いので伸びてもよく戻り、膝抜けしにくい。在庫は、まだ少し余裕があるようです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。パーソナルカラーを取り入れた。シンプルコーデの色の組み合わせです。家で、アキさんは、シルクコットンニットポロシャツのカラーと相性が良いようです。詳細はこちら。第4位は、ナイロンギアショートパンツ、1290円。雨水を弾く撥水機能をプラス。ハンチャンさんから、夏は上着を着ないのでポケットがたくさんあって車の鍵、財布とか入るので便利だそうです。軽量で耐久性のあるナイロンリップストップ素材を使用。東京都の男性から、ポケットがたくさんついていて夏のトレッキングに使いやすい。色やサイズによっては、
在庫が少なめです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。テオーラ研究所がおすすめするコーデの色の組み合わせの例です。イエベ・ハルさんはシャンブレーオーバーサイズワークシャツのカラーと相性が良いようです。詳細はこちら。第3位はライカのコッポロシャツ半袖、お値段は1290円。肩や胸周りのシルエットを大幅に変更し、袖丈も伸ばしてスポーツにも使える動きやすさを実現。タカさんさんからシーズン初めに気に入った色を買いに行きます。ハノコ素材にドライ機能をプラスしてさらっとした快適な肌触りを実現。静岡県の男性から軽く着心地爽やかで気に入りました。身幅は大きめです。肩幅はジャストサイズくらいです。色やサイズによっては在庫が少なめです。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。モテオーラ研究所がおすすめするコーデの色の組み合わせの例です。ブルベ・ナツさんは EGY ジーンズのカラーが良いようです。詳細はこちらです。第2位はエアリズムコットンクルーネックティ半袖、価格は790円。ドライ、接触冷感、吸湿などの快適機能が満載。鉄砲さんから抜群の爽やか、汗をかいた時の不快感が少なくなりました。ストレッチ性があってとても滑らかな風合いで肌に心地よくなじむ。神奈川県の男性からシャツのインナーにと思い購入しました。身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。モテオーラを引き出せるカラーはこちら。はい、そして第1位はクルーネックティ半袖、お値段は790円。トレンド感のあるリラックスシルエットでジェンダーレスな着こなしができる。ユッキーさんから生地の厚みもよく、色も糸のムラが良い感じです。シンプルながら新しさのあるクラシック T シャツ。千葉県の男性から生地がしっかりしているので何度洗濯しても型崩れもなく着心地最高です。身幅はジャストサイズくらいです。肩幅はジャストサイズくらいです。色やサイズによっては在庫がかなり少なめです。気になったらすぐに買いましょう。カラー展開です。お肌と調和する色ごとにまとめました。詳細はこちらです。服の色とお肌の関係です。服の色は光を反射して顔に映り込みます。なので服の色によってお肌が調子よく見えたり魅力的に見えたりします。ここでその人ごとに似合う色を決めるのがパーソナルカラー診断です。基本型と派生型があり、このチャンネルでは基本型を参考にしています。派生型は流派によってカラーパレットが様々で、より細かく似合う色を判定します。100万個の予約で大人気の ZOZO グラスは無料でお家で簡単に診断できます。ユニクロ速報アプリの紹介です。買う前にアイテムの底値を確認できます。再入荷情報も速報で見ることができます。インストールは不要でブラウザから開くだけで使えます。サイズ表の見方を説明します。まずは身丈から。身丈の線はお洋服を背中から当てた時の長さの目安です。身幅の線はお洋服を着用して腕を左右水平に上げた時に左右に広がる幅の目安です。肩幅は一番上の基準からはみ出す分だけ肩が落ちるイメージです。股下は股から地面までの長さです。股の高さの赤い線から上にはみ出す分は裾直しかロールアップが必要な分の長さです。股髪は股からベルトの上部までの長さです。ウエストは腰の一番細い部分の周囲の長さです。 158cm でウエスト 64cm を基準としました。スカート丈はベルトの上部から裾までの長さです。ベルトを股髪に周 6cm の位置に合わせた時のイメージを表示しています。以上、今回はユニクロの7月2日の期間限定情報をご紹介しました。このチャンネル